次はじゃあえディーゼル。おお。うわめっちゃ音するな。ミュートしてもちゃんと音が存在する感じって実機ありますよね。このアンサーよ、この感じがすげえなんかカタカタやってるけどカタカタやってるわけでもないみたいな。最初のアンプ何買ったの？一番最初はあれですね、なんだっけ、あっちの部屋にある17の時買ったのはツインアンプ、あのフェンダーのツインアンプってやつ買って、はいはいはい、あ、売らずに置いてるんですね、それ。はい、ずっと。すごい。ディーゼル好きなんですよ。おザクザク感が、はあ、たまんないっすよ。これ今よく聞くやつ聞いてますね。あのよく聞く曲、よく聞くやつ。最もエンディングで流れてるやつ、最も俺が弾いてるやつ聞きました。今いやマジこれ一番好きうわ、ディーゼルクリーンもいいですからね。クリーンちょっといいですか、すいません。これでどうか。あーほんまや、ほんまや、この全くキラキラエフェクト入ってない状態でこれで弾けるってね、めっちゃすごいんですよ。今間にこれが入ってるって言ったら、ちょっとですよ、はい、これが本当の完全クリーンですか。このスタジオがもしオレンジだったらマジで朝からもっとできる気がする。やっぱいい音で弾いたらやっぱ上手になるんですよね。もう私なんかやっぱアイディアも湧きますよね。いや湧く、マジで湧くんですよ。ギターのリフだったり、マジっすか、スタジオ欲しいっすよ俺マジで。西田さんもちょっと立てちゃいましょう、ね、ロト6ね。やっぱなんか通して、あ、そっか、マイクもあれだし、あ、もうだし、忘れてた、この人が常に通ってて今これって知ってます？なんすかこれ。これが、なんか、なんか ACTC のギターのアンガス・ヤングがライブで使う、なんだっけ、ワイヤレス、ワイヤレスシステムのあの回路をレプリカして作っ再現して作ったやつで、なんかライブでその
ワイヤレスでそれを通した音がなんか良かったとかで、あ、そうなんですか。それをなんかあの何これな レコーディングでも使おうみたいになって、これアンプ買える値段ですからね、こんなちっちゃい。いくらなんですか。これ22万とか。マジっすか。メサか僕なんかどっちがいいと思います。あ、はい、結構迷いますね。確かにね、うん、なんかなんかあのオケの音源の中に入れたら、うん、そこまで弦必要じゃない感じがする時もあれば、そうそうそう、単体で弾いてる時は、うん、なんかもっと欲しいかなってなんか思ったりするし、で入れすぎちゃってなんかでオケに混ざったらちょっと抜けてこないみたいな、あ、はい、ごちゃっとしてね、うん、確かに、うん、骨太の感じがしますね、このね。いやーなんかちょっとね、私の今後の目標というか、はい、西尾智也スタジオ計画がね、お密かにね、お動き始めたかもしれないですね。20年後の建設をほぼ20年後ってこいつやる気ないやろみたいな可能性もあるかもしれないですけど、